皆さんこんにちは、金子秀樹です。松下です。大津です。今日はですね、ミスについて取り組んでいきたいと思います。アウトですね。なぜアウトしてしまうのか、よくですねラリーの中で起きるミスですね、アウトで、ネットももちろんミスになるんですが、距離のコントロールをできずになってしまうアウトについて取り組んでいきたいと思います。どちらかというとですね、始めたての方に多いミスなのかなというふうに思います。一般のレッスンなどで始めた方を教えることがとても多いと思うんですが、どういうまずミスが多いですかね。アウトのミスですかね。ネットとアウトってどっちが多いですか。当たらないともちろんネットしてしまう。で、当たり出してからネットアウトしてしまうっていう感じですかね。初球で多いのは面の向きがコントロールできないでどっか行ってアウトしてしまうのと、もう一つは当たりが良すぎてアウトしてしまうっていう方もいますね。そういうミスですね。そうですね、今日はそこら辺について取り組みたいかな。育成の中ではこのポイントの中でやはりアウトして触れなくなってしまうというのもすごい状況として多いと思うんですが、その場合どういうふうなこの対処法とかを取るようにしますか。うちはどちらかといえばパワー勝負を仕掛けに、逆にいいボールが来てパワー勝負を仕掛けた結果吹き飛んでいくアウトっていうのが多いのかなと思います。対処法としてはやっぱりウィンドミルとかになります。回転系をかけること触れなくなってきて。そうですね、そのレベルで言うと、そこの状況において正しい選択ができてないとやはりアウト、そしてアウトが多くなると触れなくなってネットしてしまうというこの負の連鎖に陥ってしまうパターンが試合の中では多いかな。ではですね、今日はですね、もう本当、基本的なアウトっていうのは言い方おかしいんですけど、よくあるアウトですねをどういうふうにして解決していくかというのをテーマにお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、テーマに入る前にお知らせです。バンコクで開催されるテニスキャンプですね、オールアウトビート、年末ですね、12月24日から次の年1月4日まで開催されます。興味のある方はぜひご参加ください。バンコクでお会いしましょう。では行きましょう。はい、アウトのミスですね。僕も試合中苦しめられたことをよく覚えてます。アウトするとですね、ネットしてしまうんですよね。触れなくなって最終的にボールが飛ばなくなってしまうというのを抑えたいので、まずはアウトを気をつけないといけないです。もちろんですね、意味のあるアウトもあります。ちゃんと触れてスピン、回転がかかって、トップスピンがかかってこれぐらいアウトっていうのは微調整をして次コートの中に収めることができるんですが、このコートに収めるですね、これができなくなると厄介になるんですね。それはどういうアウトかというと、まずポカーンとアウトしてしまうんですよね。弾きが良すぎる、こういうアウトをしてしまうとどんどんと触れなくなってしまう。これよくあるのが、練習の中では気持ちよく打ってちゃうんですよね。で、少し緊張した場面、もしくはラリーをして入れようと思った時に考え出して触れなくなってしまうということが状況として多いと思うので、やはりですね、その状況でも触れる、緊張したら触れなくなるので、緊張しないためにどういうふうにするかではなく、緊張した時にどういうふうにしてスイングをするかというのを考えながら練習に取り組むようにしてください。はい、アウトのミスしないため、アウトもですね、コントロールが効かないアウトのミスをしないため、今から3つ挙げたいと思います。まず1つ目ですね、よくあるアウト、試合の中でコートに収まらない方でよく多いのが、リストをですね、必要以上に使っちゃうんですよね。リストワークもですね、こういう手のひらを横に使うリストワークですとトップスピンがかかりやすくなるんですけど、こういうショットですね、こういう打ち方ですねを使ってしまうとボールは速くなるんですけど、この距離の調整が難しくなる、
コントロールが効かないアウトをしてしまう人っていうのは、だいたいこういうリストの使い方をしてしまっているので、まずそこを気をつけてみてください。この使い方ですね。これをではどういうふうにして使わないようにするのか。まずですね、まあ使わないようにするんですけど、こうではなく、まあ先ほど言ったこの横のスイングですね、この横のリストワークを使うことにします。これでもミスる可能性がある人は、まずは腕全体で打てるようにしてください。腕全体で打てるようにします。変にリストを使おうというふうにはもう考えない方がいいかと思います。逆にですね、無意識にリストを使ってしまう可能性もあるので、リスト使うことを抑えてみてください。腕全体で打てるようにします。これがまずですね、こう2メーター3メーターアウトしてしまう原因の一つになります。横ではなく、このようにして叩いてしまうということですね。これもですね、何もプレッシャーがなくて球出しとかだとですね、まあ、気持ちよく当たるんで結構入るんですよね。一定のリズムで球出しも出てくるので、でネットスレスレに打ってもあまり怖くないですよね。試合ではないのでミスの怖さも感じない。そして試合になるとミスが怖くなってしまう。ミスが怖くなってしまうので、練習でやってきた打ち方ができない。じゃあどう打とう。練習でやってこなかった打ち方でボールを入れないといけない。そうすると当然練習してきてないのでボールは収まりません。ここでは練習の時からですね、横のリストワークを使うようにしてください。少しボールのスピードは落ちます。ですがテニスはボールのスピードを競う練習ではないですね。早くてもミスをしてしまうと、もうそこでポイントを落としてしまいます。横のリストワークですね。そうするとネットの高いところを通してもボールが落ちるようになります。2つ目ですね、続いて多いのがやはり上からこういうふうに振ってしまう。これもミスの原因ですね。まあこれはもう見て入らないっていうのは分かると思うんですけど、やはり気づかずやってしまうんですよね。のでちゃんとしたですね、この横の8の字を描けるようにまずは打てるようにしてみてください。横8の字ですね。これもですね、こう凝縮された8の字ではなく、横に長い8の字を描くようにしてください。このようにして横に長い8の字ですね。このようにして打ってみましょう。そうするとラケットはこのようにして下から上に行ってフォロースルーが終わって、腰元でラケットのフォロースルーを待ち構えれるようにしてください。もちろんボールの高さで変わるので、高いボールの場合は上の方になります。腰の時はラケットヘッドが変えるので腰元に持っていくようにしてください。こうまあ、叩こうとする意識が強すぎて上から入ってしまうんですね。ま
まあ、練習の中でしたらプレッシャーがないので、まあ、大体入るのかな、入らないか。これもやはりポイントになったり、ミスしたくないと思い出した瞬間コートに収まらないので、練習の時からですね、下から上に入るように心がけてください。横8の字を描くようにしてください。最初はですね、テイクバック大きくても構いません。ただこのボールタイミングを合わせられるようにしてね、ついてからテイクバックしてリリースですと、やはり少しですね、慌てて打つような状態になってしまうので、そうではなく相手のラケットからボールが離れたらもうスタートできるようにしてください。はい、3つ目ですね。これもですね、始めたての方に多いんですが、やはり近いとこのスイング、いわゆるですね、1番目に挙げた横のリストワークも使いづらくなってしまうので、どうしてもですね、すくい上げるようにして打ってしまいます。そうならないようにしてください。このようにしてすくい上げるようにして打ってしまう。そしてこれでも低いところで打てればいいんだけど、高いところになってしまう、より打ちづらいですね。まずは打点離してみる、距離を取ってみるようにしてください。もしくは低いところで取れた場合ですね、ここですくい上げるのではなく縦のスイング、インサイドアウトを使うようにしてみてください。ここではですね、やはりですね、まずは基礎、ボールとの距離を取れるようにします。近くで打ってしまう方はここで距離を測るようにしてみてください。この距離を調整、微調整をすることですね。これはですね、テニス初級の方に多いミスだと思うんですけど、やはり正面を向いてボールに向かってしまうので、なのでこう近くなってしまうんですね。特にこういう高いボール難しくなってしまいます。まずはですね、この距離を離れてみてください。距離を調節する、プラスですね、やはり正面向いて打つというのは意外と難しいことをしているので、最初はですね、ステップインで入るようにしてください。ステップインで横向いて打てるようにします。横向いて打てるようにします。正面向きながら入らないようにしてください。正面向きながらですね、どうしても距離が難しくなってしまいます。横向きながらステップインで打てるようにします。もちろんですね、近くても正面向いてでもボールというのは打てないといけないです。ただそれに対しての打ち方があるので、全部同じ打ち方というわけにはいきません。もし近かったら落として外に振ってあげる。正面向いてでも打てるんですが、上半身だけは入れましょう。はい、以上になります。今日はですね、アウトのミスについて取り組みました。このアウトのミスもですね、ちゃんと振り抜いてトップスピンがかかってするアウト、次につながるアウトだったらいいんですが、もう球の弾きが良すぎるアウト、2メートル、3メートル、
横のこのコントロールの調整も効かない、こういうアウトはですね、やはりラリーの中で、試合の中でになってしまうと怖くて振れなくなってしまう。そうならないために練習の時からですね、緊張した時、ポイントの時にどのようにしてラケットを振るのかっていうのをイメージしながら、緊張しないようにするのではなく、した時にどういうスイングをするかっていうのを考えながら練習に取り組んでみてください。今日取り組んだ内容はリストを使ってしまう、このようにですね、後ろから前にもう気持ちよく叩いてしまう。2つ目はどうしても叩く気持ちが強くなって上から叩いてしまう。3つ目はボールに近くなってしまう、距離ですね。この3つをですね、ぜひ気をつけて練習に取り組むようにしてください。もしこの動画が参考になればグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 SNS のシェア、またオンライングループもやっておりますので、そちらの方もご登録ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。